日本神奈川県逗子市、沼沼は神奈川県逗子市の町名。面積は3.54平方キロメートル。現行行政地名は沼1丁目から沼6丁目。郵便番号は249-0004。逗子市東部に位置する。北で池後、東で横須賀市小南高取、船越町、南東で、田浦町、田浦大作町、南で。 桜山の飛び地、南西で三浦郡葉山町長江、西で桜山と接する。住宅地の地価は2017年1月1日に公表された工事地価によれば沼2から6から7の地点で15万8千円平方メートルとなっている。沼は小僧院に収められている調布に記された相模国鎌倉郡沼浜郷の中心地で 地名はこの沼浜里が元と推測される。古代の寿司市は海岸線が現在の東寿司駅あたりまで入り組んでおり、沼一帯は湿地帯であった。かつて、源の義朝の別邸である沼浜邸、北条政子が義朝の無国と昇主解体、鎌倉の呪福寺に移築された。当時義朝亡き後の沼浜城は三浦一族の管轄下にあり、夫、 よりの愛称用の別宅になっていたり、源義平などもここから出兵した等の経緯があることから、三浦一族による鎌倉への軍事的な影響を知りけるために、政子が画策したものとされている。沼浜城の位置は、現在の保守寺があるあたりがその場所だと言われてきたが、近年、神武寺への上り口左にある地域だと考えられている。周辺には、堀のうち、 馬場橋、武道橋、矢野根橋といった武家の館由来と思わしき地名が残っている。平安時代後期である方元年間の頃に沼浜を含めた三浦半島一帯を統治していた三浦一族や山内須藤氏の庇護のもと欧州より木砂丹屋である白太夫が沼に移住、沼、魔を源氏を名乗った一派が統計を作成する火事場があったとされ、 三浦義明のために先ぐりという刀を作っている。三浦氏が北条氏に滅ぼされた後の1266年、鎌倉幕府に昇聘された備前福岡一文字の東商助真が藤原寺の名を受け継いで、沼の地で新たに鎌倉一文字を起こし、その弟子である神道五国光も同内に居住して、正宗にまで連なる五家伝の一つ総集伝の基礎を築いた。 1884年、桜山村、逗子村、山野根村、小坪村、池子村、久木村及び沼村が、逗子村外六花村を形成。1889年、逗子村外六花村が合併し、三浦郡田越村が成立した。2018年2月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる、JR 横須賀線東寿司駅神武寺六地蔵、ありがとうございます。